嬉しい、恥ずかしい、美しい、どうも、レインボー池田です。本日は、化粧水、作ってみよう。化粧水皆さんもお使いかと思うんですけども、まあ、自分で作ったことないよね。これ、自分で作るの、難しそうだよね。そういう人、いるよね。てか、わかんないよね。って方も多いと思うので、じゃーん。めっちゃいろいろ入ってる。化粧水、手作りセット、化粧品原料に触れて自分好みの化粧水を作ることができるキットです。まず何が入ってんやろ、これ見て、こういう成分表いろいろあります。じゃーん、とりあえず作ってみよう。開けます。うわ、すごい量のスポイト、すごい量のスポイト。うわ、なんか悪いことしてそう。そして、まあこれが空の容器ね。化粧、これはボトルで、まあ空に容器入れていくのね。で、グリセリン、これはよく化粧、よう聞きますよね、化粧水の原料に使われるよね。そして続いて BG、 プチレングディコールの略でよく利用される保湿剤です。そしてヒアルロン酸、よう聞くな、ナトリウム。これ粉末なんや、ほんまは。1% 希釈してる水溶液が保湿剤としてよく利用されます。で、続いてが、ソルビトール。はい。ソルビトール。これは、ブドウ酸を還元して作られてて、リンゴや梨など天然にも広く存在する甘味料。化粧品原料としては 70% 希釈の水溶液が保湿剤として利用されています。続いて、これがフェノキシエタノール。防腐剤のフェノキシエタノールを入れない場合は冷蔵庫で保管し、できるだけ早く使いましょう。なので、これ入れない方が、もしかしたら手作り化粧品の意味があるかも。ってなわけなんで、一回作ってみましょう。すげえ！楽しいな。まず、ポイント1。フェノキシエタノールを全体量 50ml の、50ml これ。うわ、すごい細かい。なんかこう書いてあるんですよ、50ミリとかが、ここ50ミリとか書いてあって、これの 0.8 から 1% の間で自分の肌質に合った量を計算し、空容器に入れましょう。これが1ミリね。だから 0.4 から 0.5 いきますよ。フェノキシエタノール、ほんまは入れん方がいいんかな。うわぁ、調合子、調合子感ある。いきますよ、これを 0.4。おお、こういう感じでスポイトで吸っていきますよ。はいはいはい、これね、まずエタノール入れました。そしたら BG1 か2ミリを、フェノキシエタノールは水に溶けにくいね、最初に BG ときれいに混ぜておくのがポイントらしいです。いきますよ、これを1から2ミリ、1、いきます。で、2ミリなんで、もうちょい、これぐらいかな。ほい、調合。おお、これをきれいに混ぜておくと、いきますよ。なんか、で、レシピ例があるんですよ、しっとりタイプとかさっぱりタイプとか。しっとりの場合はグリセリンがめっちゃ多いです。ヒアルロン酸が2ミリ。なるほど、しっとりタイプはヒアルロン酸が入ってて、しっとりじゃないのは入ってないんや、むしろ。もうじゃあ、今まで使ってた化粧品のしっとりはもうヒアルロン酸ですね。じゃあ、次グリセリンを7ミリ、7ミリ入れます。これが1でしょ、だいぶやな。7回入れた、グリセリン全部入れたよ、7。そっからソルビドールね、2ミリソルビドール、2ミリ、はい、2ミリ入れました。で、ヒアルロン酸が2ミリ。ほう、これがとろみを生んでるわけですね。ちなみに、そんなとろみの匂いは
ないな。入れました。というわけで全部入りました。皆さん、私は5種類の薬を調合しました。何が起きると思いますか？うめえ。よし、じゃあこっから一応決まりでは精製水使ってくださいってなってんすけど、まあ水道水でも大丈夫と。というわけで飲むシリカちょっと行ってみようか。飲むシリカで化粧水作る男。さあ、じゃあせっかくなんでいきますか。全体量が 50g/ml になるように入れます。いきます。なりました。シリカ入れて 50ml にしました。なんか良さそう。いきますよ。うおー、よく振ります。カクテルぶり、ジンジャブリ、これジンジャブリ、これバトンブリです。バトンブリ、急に電話かかってきたブリ、急に電話かかってきたブリ、暑い時の肉まんぶり、やっぱね、暑い時の肉まんぶりです。 UFO ぶり、カチカチいうボールペンカチカチ鳴らしぶり、型にピカチュウのっけぶり、これ振ると写真出てくるシャーペンやのに振っても出てこうへんくなった時の振りぶりです。これカッコつけて胡椒全体的に振りぶりですね。これ何も考えずにとにかくやってみたやつです。すいません、とにかく振れました。というわけで化粧水使っていきたいと思います。一旦メイク落としてきます。お待ちどうさまでございました。お待たせしました。というわけでですね、一旦シリカ水を飲みたいと思います。さあ、ここからですね、自分の作った、シリカ化粧水ちょっと使っていきたいと思います。しっとりタイプにしたはず。いきますよ。あー、しっとりしっとり、おー、しっとりやけどさっぱり。もうちょっとヒアルゾロン酸入れてたらしっとりやったんかも。いきます。おお、マジ普通の化粧水、すごい。いっぱい使おう。おーおー、全然いいやん。マジ普通の化粧水って感じです。すごいすごい。楽しかった。これじゃあ3日ぐらいで使い切っちゃおう。いいね。俺もうちょいトロミアンの好きやからヒアルロン酸足してみようかな。というわけで楽しかったです。勉強にもなりました。ヒアルロン酸足せばいいのね、しっとりしたかったら。さっぱりタイプの時はヒアルロン酸なしやもんな。皆さんもぜひやってみてください。なんか、はい、楽しいです。毎日20時に、レインボーコントチャンネルにてコントも上げてます。Twitter、インスタ、更新してますし、レインボーのサブチャンネルもぜひ見てください。そしてルームに、使ってるメイク道具とかを上げてますので、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います。それではチャンネル登録&グッドボタンよろしくお願いします。楽しかったよって方はですね、お気に入りとかにしていただければなと思います。あと通知が来るようにね、していただければなと思います。そしてコメント欄にですね、やってほしいこととか、応援メッセージお待ちしております。いつも楽しく見させていただいてます。何かありましたら吉本興業本社もしくは、渋谷無限大ホールまでよろしくお願いします。皆さん、こんなんもやってとか嬉しいですね。はい、じゃあね。